日本初の乳酸菌で世界に負けない美味しいチーズを、日本にも愛好家の多いチーズ、幅広い種類、特有の香り、味など私たちを魅了するこの食材は、ここ5年間で安定的に市場を広げてきました。しかしチーズの国内生産に目を向けてみると、製造の要となるスターターは海外品に依存しているのが現状です。そのような中で、今回日本の食品由来の乳酸菌で初の国産チーズスターターの複数開発に成功。このスターターで熟成時の旨味成分が増加したことで、3ヶ月の熟成品質を2ヶ月で実現できるようになりました。またチーズの香り分析においても、好ましい香りの値や特徴的な香りの数値がおおむね向上、官能評価で良い評価を獲得。すでに今回の一連の研究で特定した乳酸菌のうち4種は特許も出願。このスターターのチーズが世界で認められれば、ジャパンチーズという差別化ができる日が来るかも。